夏が近づくと胸が裂く目のなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でどんなに今またった収集の夕焼けに足が止まっていた。先生一生相談です。この先どうなら楽ですか。そんなで誰も分かりはしないよなんて言われますか。ほら苦しさなんて押し訳ない。何もしないで生きていたい。青空だけが見たい。どうわがままですか。無理がいたんもそう。なんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの文字がお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線抜けばつらえファーストなんでしょうか。青春ってねふただ背中に貼られていてしつこくみたいなサスペンスをどこか期待していした。先生どうでもいいんですよ。生きてるだけでいたんですよ。リーゼのフロートもこの穴ともからは書かないんだ。ただ夏の日本に目をつぶって雲の高さを指で描こう。思い出だらだらだったらだっただらだった。まね、カードマン役よろしく、カードマン。ドラマチックに人が死ぬストーリーって売れるじゃないですか。離れちぎりは熱れ根がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうものなんですか。先生人生相談です。この先どうなら楽ですか。涙が一つよくするなんて全部奇弁でした。ああこの先どうでもいいわねくなくて現実だけが貫いて懐か遠くてこれでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつぶりたい。いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たい。どうわがままですか。あなただかを知りたい。どうわがままですか。